姫のためなら死ねるは、くずしろによる日本の4コマ漫画。竹書房のウェブコミック配信サイト、漫画ライフウィンで2010年3月10日、更新文より連載中。時は、平安時代。中流貴族の娘であり、文学の才能と退屈を持て余していた、清少納言は、日々の発見や感じたことを日記に書き連ねるのが、趣味だった。 しかしその生活の実態は、貴族ゆえ身の回りの世話は他人任せ、日記を書く以外何もしていないという現代で言えば、ブログばっかり更新している、引きこもりのニートであり、それを見かねた友人の弁刊の勧めで、中宮定氏に女房として使えるべく面接を受ける。一方、中宮定子は幼い頃から、父の雇った多くの女房たちに囲まれ、何 不自由ない生活を送っていたが、中宮のという立場ゆえ宮中の人間以外と会う、機会がなく身分のさやや問い主が、父のこともあって、女房たちも使える、主として接しており、本音が話せる友人と呼べる存在がいないことに、寂しさを覚えていた。それまで、貴族の娘として、中宮のとして、礼儀正しい節度ある大人の振る舞いを心がけていたが、勇気を出して、 初めてのわがままをすることを決意し友人となる私的な女房を新たに雇うため、自ら面接会場に出向いて、母の字を見れば人となりがわかるという助言に従い、小名言の面接を行う。そして出来すぎて怪しすぎる全評判もあって乗り気ではなかったが、勢い来てしまった。小名言は面接会場で初対面の停止に字の美しさを褒められその高貴さ。 愛らしさに圧倒され、亭子に生涯を捧げる決意をする。面接を、無事通過し、就職を、果たしてようやく、亭子と二人きりになれると思いきや宮中には同じく、亭子に仕える女房たち、亭子の両親、いとこの秋子とその両親、恩苗子、秋子に女房として仕える、超売れっ子作家の紫式部など、 強すぎる個性を持った面々が揃っており、引きこもり生活から一転して、腹の宮中生活が始まる。ありがとうございます。